モニター、モニター、アセスモニターは、アメリカ合衆国海軍初の総甲艦。本艦は、総甲艦同士で行われた初の海戦。1862年3月9日のハンプトンドーズ海戦で、アメリカ連合国海軍の総甲艦、バージニア CSS バージニアと交戦したことで有名である。本艦は、その後建造されていく、モニター艦の基礎となった。 本艦が建造される以前の軍艦はほとんどが木造船であった。ハンプトンローズ海戦以後、軍艦の設計は鋼鉄の装甲を導入し撃的に変化していった。モニターは合衆国海軍によって発注された3隻の装甲艦のうちの1隻であった。残りの2隻はガリーナ、アセスゴリーナ、ニューアイアンサイズ、アセスニューアイアンサイズであった。モニターは スウェーデン系のエンジニアのジョン・エリクソンによって設計された。エリクソンは優秀ではあるが短気な性格の持ち主であった。モニターはダールグレン砲2門を収めた円筒系砲塔で武装され、その様子はイカダの上のチーズボックス、チースバックスオン・エーラフトと形容された。後半で走行された上甲板は水面ギリギリの高さしかなく、 砲塔と小さな区形の操打室、分離可能な煙突及び少数の取り付け器具を除いて、艦の大部分は敵の砲撃からの損害を防ぐために推薦化あった。モニターの船体部分はニューヨークのブルックリンにあったコンチネンタル鉄鋼所グリーンポイントセクションで建造され、1862年1月30日に浸水した。マンハッタンのバッテリーパークには、 モニターの模型を手にするジョン・エリクソンの銅像がある。モニターは設計においても建造技術においても革新的であった。艦の部品は9カ所の鋳造所で鍛造され、1カ所に集められて建造された。全工程には約1 2 0発化がかかった。モニターはチーズボックス旋回砲塔に加え、エリクソンによるスクリューが装備された初の海軍艦艇であった。 エリクソンはモニターに近代潜水艦の装備の多くを実装し、最初の反潜水艦として完成させた。対照的にバージニアは装甲で覆われてはいたものの従来の木造船であり、既存の艦の延長に過ぎなかった。1862年3月8日、ハンプトンローズで行われた合衆国海軍による海上封鎖部隊に対して連合国海軍装甲艦、 バージニア、CSS バージニアは、攻撃を行い、カンバーランド、アセスカンバーランド及び、コングレス、アセスコングレスを破壊し、ミネソタ、アセスミネソタを座礁させた。その夜、モニターは、ジョン・エル・ウォーデン中尉の指揮下に、ブルックリンから栄光されて到着した。翌3月9日、バージニアは、ミネソタ及びたのが州国海軍艦艇へ攻撃を行うため、例、 モニターはバージニアを阻止するために出撃した。両層交換は約4時間の戦闘を行い、共に大きく損傷した。戦術的には戦闘は引き分けであったが、戦略的にはモニターの勝利であった。バージニアの使命は海上封鎖の突破であったが、結局封鎖を破ることはできなかった。モニターの使命は合衆国艦隊を守ることであったが、その目的は達成された。 モニターが艦長の目の負傷で退却した後、バージニアは戦場を支配した。バージニアはその後もしばしばハンプトンローズで航行したが、2隻の装甲艦が再び相まみえることはなかった。モニターはモニター艦のプロトタイプとなり、その後多くの河川モニター、紅葉モニターが建造された。それらの艦は南北戦争においてミシシッピ側や、 ジェームズ・リバーでの戦闘で活躍し、何隻かの艦はに、または3機の砲塔を装備し、後期に建造された艦は、航行能力が改善された。ハンプトンドーズ海戦のちょうど3ヶ月後に、スウェーデンへの設計が発注された。そして1865年に、最初のスウェーデン製モニターが、ノーショービングで建造された。その艦は設計者に敬意を表して、 ジョン・エリクソンと命名された。ジョン・エリクソンに続いて14隻のモニター艦が建造され、そのうちの1隻、セルブは現在も、ヨーテボリのヨーテボリごと博物館で保存されている。アメリカ海軍における最後のモニター艦は1937年に除籍された。モニターの設計は河川など平水での戦闘には適していたが、低い還元と重い砲塔は、 外洋での航行を困難にした。この特徴が第一艦の早い喪失に結びついたと考えられる。モニターは1862年12月31日、外輪式運送船、ロードアイランドによる栄光中に高波に襲われノースカロライナ州、ハッテラス、三崎沖で沈没し、62名の乗組員のうち16名が行方不明となった。モニターの艦名の二代目は、 第二次世界大戦中の車両揚陸艦、モニター、アセスモニター、LSV-5 に襲名された。揚陸艦のモニターは太平洋戦線で活動し、戦後解体された。1973年、アメリカ海軍の試験機、RP3D により、モニターの残骸が、ハッテラス岬から約26マイル南東の大西洋の海底にあることが発見された。 モニターの沈没現場はアメリカで最初の海洋自然保護区として指定された。モニター保護区は13の国立海洋自然保護区のうち文化財を保護するために作られた唯一の自然保護区である。2003年にはモニターの当時革新的であった旋回報道が国立海洋大気庁及び海軍ダイバーチームによる41日間の作業によって引き上げられた。 冒頭の浮上作業中に潜水士は2名の乗組員の遺体を発見した。国のために戦死した2名の水兵は彼らの水兵仲間によって一世紀以上後に海底の墓所から救い出され、海軍による葬儀が取り行われた。モニター保国は現在国立海洋大気圏局の監督下にある。モニターの宝刀、スクリュー、怒り、エンジンよび乗組員の所持品が バージニア州、ニューポートニューズの会員博物館に展示されいる。1986年に、モニターは、アメリカ合衆国国定歴史建造物に指定された。それは、世界で2カ所のアクセス可能なモニター館の一つである。もう1カ所は、ノルウェー海軍の、通る、KNM 層の沈没地点で、ノルウェーのベストフォール県に所在する。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。